巨人6-1中日、3日、前橋。巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手が、3日に群馬県前橋市の上毛敷島球場で行われた中日戦に、3番、中堅、で先発出場すると、3回に先制5号スリーランを放った。出場14試合連続安打を放った優良スケットに、ファンは、複数年契約早く、などと期待の声を上げている。実際の映像。 スイングがトラウトみたい、巨人、ヘルナンデスの芸術的な内角さばき弾。ヘルナンデスは0対0の3回西1三塁で中日、枠井秀明投手が投じた146キロのインハイ速球に対し、肘をたたみながら鮮やかにバットを振り抜き左翼席へ。ドヤ顔でダイヤモンドを回った。ドミニカ共和国出身の29歳は今季、レンジャーズ参加 3A でプレーしていたが、 5月に入って巨人と契約を結んだ。高い身体能力を武器に存在感を発揮。打率点343、4本塁打、14打点で臨んだこの日の試合で、14試合連続安打をマークした。ダズンが公式 X、旧ツイッター、に、ドミニカからやってきた救世主、としてベテランの涌井から放った5号の映像を投稿。 スケット、来てくれてありがとう、本当に救世主、と大歓迎。さらに技術の詰まった一振りに、スイングがトラウトみたい、内角の裁きがうまい、といった絶賛の声も寄せられていた。